近鉄6000系電車とは近畿日本鉄道の保有する一般車両で狂気用の車両である。本校ではその前身で6000系に編入された6900系電車と増備系列でラインデリアを搭載した6020系電車6000系6020系をベースとした新生冷房車の6200系電車及び6200系の一編成を 観光特急用に改造した16,200系電車についても記載する。なお、解説の便宜上、吉野川先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。1957年に登場した6,800系を皮切りに、名古屋線1,600系、大阪線1,470系、1,480系、なら1,900系といった片側4。 扉車体の高性能車が順次投入されていた。しかし1960年代当時の南大阪線にはも5601型やも6601型といった戦前の大阪鉄道時代から在籍する旧型車両がまだ残っており、4、扉車体の6800系が32両投入されたとはいえ、片側3扉の旧型車両群では急増する。 沿線の乗客増加には対応しきれず不十分であった。そのため、6800系の基本設計を踏襲した一般車両を製作して、6800系の増備車だけでなく、旧型車両の代替用とすることとした。それが6000系である、新ラビットカーとして1963年に登場し、ラビットカーと呼ばれた6800系の出力を増強して、 t 車を連結できるようにした系列である6800系同様 mm ユニット方式を引き続き採用したが MCMCTC の3連で登場当初は6900系として落成し1966年の造備車からは6000系として MCMTC の3両を基本に MCMTCTC の4両編成を組み1968年には T の差6 1 5 0系の増備により MCMTTC の4両固定編成が登場した。前者がオレンジバーミリオンに白帯のラビットカート層で落成し差6 1 5 0系以外にはステンレス製のラビットマークが取り付けられていた。差6 1 5 0型にこのマークが取り付けられなかったのは完成後の近い時期にマルーン塗装に変更されることが決定済みであったためである。 1.1966年の6009回完成と、相前後して、既存の6900系も6000系に改版された。駆動装置は、WN ドライブで、当時、狂気用としては、最大の出力1 3 5キロワットの種、電動機であった、三菱電機メガバイト -3082A を、装備する。主電動機の端子電圧は3 4 0で、あるので、 実質は 150kW 級である。制御装置は、バーニア制御の日立製作所製 VMC、HTP20 バイト型で、偶数 MC 車に搭載した。台車は6007回までは、金属バネ台車で、6009回以降は、近鉄発の車体直結式空気バネ台車を装着した。終電装置は6007回までは S-534A を、6009回以降は、 PT-4206K を MC 車に2台搭載した。ブレーキ方式は HSCD 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキで、そもそも速ブレーキは搭載していない。空気圧縮機は M 車に、電動発電機は TC 車に装備した。1968年から塗装合理化により、近鉄マルーン一色に塗り替えられ、ラビットマークも取り外された。 6900系も6000系に編入後は固定編成化され、1969年頃に旧6 9 0 0系の車両は抵抗機の容量を増大して、最初から6000系として落成した車両とともに、吉野線への入線を可能にする工事を実施した。1970年代初頭に旧も6900系偶数 MC のも6000系。 クロ1 0 0系6 1 0 1から6104は ATS や列車無線などの導入後中間車として使用されるようになり運転台も簡易化されたその後1978年から1979年に行われた冷房化の際にも6000系偶数 MC 車及びクロ100系の運転台は撤去された1983年から1987年にかけて 車体更新が行われ、内外装材の張り替え、正面、側面の行き先表示器の設置、中間運転台後の客室化が行われた。6620系の投入により15両が600系、620系に、階板の上養老線に転属している。この転属、階板されたものを除き、2002年の6009を最後に全車が除籍廃車されており、 系列消滅している。1968年に登場し、6000系の通風装置をラインデギアに変更した系列である輸送力増強と旧型車大隊のため、1973年までに99両製造され、南大阪線系統では最大勢力となっている。電算記号は C、車体や微灯の形状は、 大阪線千4 1 0系や名古屋線1810系と同様のものに変更されており、7900系以降の車両に合わせて、車体側面の腰ばめ高さは床面から 850mm、窓か町の高さは 900mm とされた。塗装は落成当初より、近鉄丸海一色塗装で新造された。1971年に増備された6043編成以降は、 車体幅が3 0ト、mm、ル拡大され、従来の2 7 0 9ト、mm、ルから2 7 4 0ト、mm、ルとなった。前面に廃晶器が、側面には列車種別表示器が取り付けられた。奇数の MC、偶数の M 車でユニットを組む。編成は、吉野川から MCMTTC の4両編成と、MCMTC の3両編成が存在する。4両編成は、 中間 T 車を開放した3両編成での運用も可能とする。なお、6037回は、後年6 0 0 0系から空6109型を付随車化した上で中間に組み込まれて4両編成にされている。性能面では6 0 0 0系6 0 0 9回以降と同一で、駆動装置や手電動機台車、制動方式も同系後期型に準じている。制御装置は、 バーニア制御の VMC 型から日立製作所製の NMC 型または MMC 型抵抗制御を搭載した。終電装置は M 社に2台搭載したが一部編成は旧型車両から流用した。空気圧縮機は6041回までは M 社に6043回以降は MC 社に装備し、電動発電機は MC 社に装備した。 冷房化と電動発電機の交換1979年から1984年にかけて冷房化が行われ、電動発電機が大容量の1 2 9くの MG-130S に交換された。当時の心臓冷房車で搭載されていたロス内は他形式の冷房改造車と同様に搭載されていない。車体更新1987年から1994年にかけて、 内外装材の交換を中心とする車体更新が行われた。前面、側面の方向膜設置とパンタグラフの交換前述の車体更新と前後して、前面、側面の方向膜設置が行われ、旧型車両から流用したパンタグラフは、他形式からの発生品及び下枠交差式に交換された。B 更新1997年から2009年にかけて、 内装材の交換を中心とする2回目の車体更新が行われた。2008年以降の更新車では、9 6 1 2 0系連結側車端部の車椅子スペース整備が行われた。車体連結部の転落防止策設置前述の B 更新と前後して6023回、6025回、6029回から6035回、6039回から6077回に、 車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた6051回復刻ラビットカー塗装2019年現在まで23両の車席抹消が発生しており2001年には6037回が B 更新の際に養老船向けに改造625系625回に改版となって転出し2003年から2004年にかけて10両の余剰廃車が発生している 2019年4月1日現在、3両編成18本54両と4両、編成8本32両の、計86両が現存し、古市建築に配置されている。1974年に登場。6020系に最初から、冷房装置を取り付けて登場した系列で、1978年までに、計38両が製造された。電算記号は U。 一次車の6201回から6207回は3両編成として落成したが、1975年に落成した二次車で、ある6209回から6217回の製造時にさ6351差6352が6201回6203回に組み込まれて4両編成化された。 1978年に落成した三次社である3両編成の6219回6221回をもって本系列の製造が終了し4両編成5本と3両編成6本の陣用となった編成は MCMTTC の4両編成と T を抜いた3両編成 MCMTC があり6020系同様に MM ユニット方式が採用されている 4両編成は需要に応じて T 車を抜いた3両編成での運用も可能とする。車体スタイルは大阪線2800系の第5編成以降に順次、新造時より前面に行き先表示器や排唱機が取り付けられた。性能面では6020蛍光機型と同様で、駆動装置や手電動機、制御装置、ブレーキ方式、補給類や終電装置の配置も同型に順じている。 主電動機の出力は1 3 5キロワット、主制御機は MMC で8個の主電動機を制御する 1C8M 方式である。冷房装置は、心臓時より CU19O4 機及び三菱電機の熱交換型換気装置を屋根状に搭載している。MG は大容量の MG-119S を MC 車に搭載する。台車は、新設計の KD-77 型。 空気バネ台車が採用されているが、6207回の、もう6208は、後年に事故で台車を破損したため KD-61B を装着する、車体更新1994年から1998年にかけて、側面の方向膜設置を中心とする、車体更新が行われた。 B 更新2009年から2018年にかけて2回目の車体更新が行われた。内容は2008年以降に B 更新出場した6020系に準拠しており、区6300系連結側車端部の車椅子スペース整備が行われ、2016年に更新出場した6211回では新仕様の内装デザインに変更された。 2610系2627回と同等の黒色基調の壁板や茶色基調の床面にグレー調のシートモケットとなり各車両優先席床面部分には優先席表示が追加され2、吊り革は2610系2627回と同様の三角形にオレンジ色の吊り革に交換されたただし本編成では6人がけ優先座席中間の スタンションポール設置は省略された。2018年に6219回がほぼ同一の更新内容で出場した。車体連結部の転落防止ホロ設置前述のビリ更新と前後して、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた。16200系。青の公共局への転用を2016年に6221回が16200系。 青の公共局に改造された2019年4月現在特急車に改造された6221階を除いた本系列の廃車や車席抹消は発生しておらず4両編成5本20両3両編成5本15両の計35両が在籍しており古市建築に配置されている6200系のうち2016年に6221階が 観光特急列車、青の公共局に改造され、形式も16,200系に変更された。2015年に6,200系一編成を改造して運行することが発表され、同年2月17日に形式名と車両相性が発表された。運転日は毎週水曜日以外の週6日で1日に往復運転される。編成は3両編成で1.3号車に、 サロン席とツイン席、2号車にラウンジスペースとバーカウンターを設ける。種車は通勤車6 2 0 0系6 2 2 1編成で、吉野川からも16201対も16251、区16301の3両編成を組む。電算記号は SY01、一般車から格上げされた近鉄の特急車は6 8 0系以来である。 2016年3月末に入場して、改造工事が行われた後に、同年7月7日に、車体外装材の改造を完了して、高安研修センターを出場し、最終整備をご移動研修車庫にて行った後に同年、同月19日に出場し、同年9月10日に営業運行を開始した。近鉄では、5万系を用いた、観光特急列車、島風。 2013系を用いた観光列車、つどい15,400系を用いたクラブツーリズム専用列車、カギロイなどといった観光輸送に特化した特別使用車両を多数保有し運転されているが南大阪線、吉野線にも本格的な観光列車を運行する計画が2013年夏頃に開始された。また南大阪線沿線には 阿部の場所に立地する阿部の春かすをはじめ桜の名所である吉野日本遺産として認定されているアスカ村世界遺産、紀伊産地の霊場と参拝堂として登録された金プ山寺をはじめとした神社仏閣などといった多数の観光資源にあふれている沿線に注目し上質な大人旅をコンセプトに南大阪専用一般車両の6200系を改造して 南大阪線系統の新たな観光特急車両の導入が計画された。それが本系列である。当初は既存の特急車両を改造する案、観光列車、集いを発展させた案、映像シアターを備えた案など、複数の案があったが、2度のアンケート調査では、沿線特性から歴史、文化、自然に対する人気が高い傾向があり、ファミリー層よりも、 中高年層の夫婦、友人との来訪傾向が高いことが分かった。そこでアンケート調査の結果を踏まえ、本列車の開発コンセプトを、ゆったりとした時間を楽しむ、上質な大人旅、大人同士でゆったり楽しむ観光列車とした。列車の愛称は、沿線の歴史、文化、自然、食などの魅力的で様々な観光資源と調和し、響き合いながら走る、青色の列車をイメージして、 青の公共局と命名された。プロジェクトメンバーは、近鉄の企画統括部営業企画部及び、技術管理部が企画を、工事図面作成から、試行管理を大阪統括部後期部研修課、内装品の製作を株式会社、金はじめ、車両改造工事を近鉄車両エンジニアリング株式会社が担当し、2013、経営、津戸と同様の近鉄グループ総力を挙げたチームが、 再結集した。設計デザインに関しては、従来の近鉄車両にはない建築的なテイストを取り入れるため、全日本コンサルタント株式会社が、デザイン監修は主に店舗デザインに携わる IMO デザインの一級建築士、飯田栄治が担当した。南大阪線系統で運用されている 6200K から、車体更新時期に差し掛かっていた3両編成の6221回が、 選定された。3両編成とされた理由は、1万6000系をはじめとした特急車両は2両単位の偶数量数での運用しかできず、2両編成では開発のコンセプトとされた、ゆったりとした時間を楽しむ、上質な大人旅を実現させるには輸送力に問題が生じ、4両編成では過剰輸送となり得るという理由からである。改造に際し、客用扉は、 各車両の片側4箇所のうち3箇所を埋め、埋めた部分には扉幅と同じ 1300mm 幅の固定窓が設置された。中間車の側窓は上下寸法が 400mm に縮小されている。主要機器は新造品に交換された部品はあるものの、機器構成そのものは全くの無改造であり、がって車両性能も営業最高速度を除けば6200系時代とは、 相違がほとんどない。2019年4月現在、古市建築に配置されている。車体塗装は紺色を基調としたメタリック塗装を近鉄で初めて採用して近帯をまとったものとされ、車体前面には新規にデザインされたエンブレムが貼り付けられた。構え体そのものは改造以前と変わらず、全商刀や人を、 転落防止ホロの形状やクーラーキセの配列も6200系時代のものを踏襲するが、廃照機は独自の形状と金色塗装に変更された。行き先表示機は両先頭車の車掌側総家に新設され、従前の方向幕装置は前面、側面ともにすべて撤去された。上行扉も両開き扉が損置されて、各車両一箇所のみに変更されているが、窓形状を スリット状にして建築的な扉を演出し、側窓はすべて UV 遮断加工ガラスに交換された。終電装置は6 2 0 0系時代と同様、もう16251に、菱形式を2機搭載した。両戦闘車の連結側つま下部には、ミュージックホーンが新設され、ハイドンの公共曲101番、時計の第二楽章から選曲された。コンセプトである、 ゆったりとした時間を楽しむ上質な大人旅に合わせて中高年層を対象に非日,日常的で特別な時間を過ごせる空間を演出するために随所にその設計意図が取り入れられた座席車両の座席は新規設計の幅広デラックスシートでリクライニングやインアームテーブルの有無を除いて全座席共通とされた背もたれは縦ラインを強調してボリュームを持たせており 上辺は本系列のロゴマークと共通する3つの曲線が入れられた。モケットはグリーンを基調に菌糸を入れて柔らかな心地良さを実現した。肘掛けや肘掛け用パネルには吉野さんの竹集積材を採用し、壁面にはモバイル用コンセントを設置した。座席配置は2万1000系以降の特別仕様特急車両のデラックスカーと同一のにプラス1列とされた。 側扉だった部分の座席は、向かい合わせのボックス席とされ、大型の木製テーブルを配して3人4人用サロン席と2人用ツイン席とされた。2連窓部分には、インアームテーブル付きの回転リクライニングシートが採用され、2脚ずつ配置された。ただし、乗務員室側の座席は、スペース制約の都合で1人席とされたが、先頭に対して、斜め22.5度に腰掛けを配置して、 テーブルを備えることで特別感を演出した。この部分の向かいは機器の収納箱とされ、従前はロングシートの下に配していた機器をこの部分へ移設して集約している。側壁には2010年代以降に登場。更新改造した特急車両では一般的な木目調月商板を採用し、アクセントに壁刀やメタリック調のボーダー板を配した。 床面には高級ホテルの室内を演出するために単語断通のカーペット材を採用した。天井は空調関係についてはラインデリアを撤去した以外は6200系時代のものがそのまま流用されたが、照明にダウンライトを採用し、レール方向にアルミ製の装飾モールを取り付けて飾り天井とされた。二棚はレトロ調のものが新調された。照明関係では、 柔らかな空間を演出するために、電球色の LED を採用した。座席スペースには、天井のダウンライトとともに、壁灯やテーブル照明をアクセントとして取り付けており、ラウンジ車両の商天上には、間接照明と天井には、レトロ調の照明をそれぞれ採用しており、壁灯にクリスタルガラスを使用して、光り輝く、ブラケット照明としている。 エントランスバーカウンターバックヤードトイレの照明にはダウンライトを使用しており、エントランスの天井にはダウン自社で使用されているレトロ調の照明を取り付けている。また、トイレの鏡の照明には柔らかで自然な光が出せる有機エ l パネルを初めて採用している。新設されたデッキ部分には22000系以降の特急車両と同様に安全面を考慮して手すりを設置したが、 真鍮を用いた高級感のある作りとされた。床面には、ウレタン樹脂製のものを採用し、タイル状に分割して、濃淡二色をランダムに配して、石畳を表現した。もう16,201、主車はもう6,221。座席車両とされており、座席定員は37名。ツイン席とサロン席が、各3カ所ずつ配置されている。上高扉は、安倍の端側の1カ所に配置された。 側面窓は独立した一枚窓となっている。もう16,251、主車はもう6,222。本車両ではゆったり時間を楽しむために、ラウンジ車両とされ、電車らしさを払拭し、高級ホテルのラウンジをイメージしたデザインとされた。室内中央の吉野川にバーカウンターとバックヤードが設けられ、地元の素材を使用したスイーツや種類、 ドリンク類を販売するための冷蔵ケースやサーバーを装備した冷凍冷蔵庫、電子レンジ、酸素シンクなどの電源確保のための変圧器などはバックヤードに集約した。カウンター背面には商品陳列棚を設置し周辺に幾何学的な模様を施した LED 照明パネルを設けて華やかな雰囲気を演出した。側壁化粧板には座席車両よりも 明るめの木目調が採用され、床面は座席車両と同様に素材感と色柄を変えた単語段通のカーペット材を採用した。通路側倉庫は通行時の安全面を考慮して新鍮製の手すりを全体にわたって取り付けた。放送設備に関してはバーカウンターに三両全体を一括する車内、放送用マイクを追設し、ラウンジ車のみの放送設備として、 ワイヤレスマイクシステムを既存の保安用車内放送回路と独立させたスピーカーと共に新設した。この車両では、ラウンジ空間に丸テーブルに独立した4脚の2組と、向かい合わせテーブルを挟んで窓側にロングタイプと、通路側の独立した6脚の合計20席分の革張りソファーが配置された。デッキ部分にはライブラリーが設けられており、沿線を紹介する。 写真集や書籍を飾る区画とされ、向かい側にベンチを設置した。この部分は、ラウンジ空間に対して、屋外をイメージするためにロートアイアンを各所に、施して、街角のイメージを表現した。上空扉は、吉野川の一箇所に配置された。側面窓はすべて小窓化された。区16,301主車は、区6,311座席車両とされており、 座席定員は28名。車椅子対応座席が一席用意され、当該部分のデッキ仕切り扉は、開口寸法 980mm 両開き扉とされた。この関係で、ツイン席はもう16,201系同様の3箇所配置であるが、サロン席は2箇所の配置となっている。本車両には、連結側に床下機器のない部分があるため、この部分に、 トイレ用機器を設置してトイレを新設した。トイレは車椅子対応の多目的トイレがデッキの車体中央寄りに男性用トイレが車端部に設けられ、設備は5万系や2万2千系更新車に準拠している。上空扉は吉野川の1箇所に配置された。側面窓はも1万6201同様に独立した1枚窓となっている。その他車両番号や号車表示。 座席番号などの表記サインは、アルミ板に天然気の付き板を貼り合わせて、レーザー加工によって文字を削り出したプレートを申請した。なお、近鉄特急車両で順次設置が進行している。喫煙室については、本系列では指定運用となることと、スペース上の都合で設置が見送られ、全面禁煙となった。注射区出店近鉄6900系電車に関するカテゴリー 近鉄6020軽電車に関するカテゴリ、近鉄6200軽電車に関するカテゴリ、近鉄16200軽電車に関するカテゴリ、ありがとうございます。